ストロークで使う体の側面や前腕をよく伸ばします。左手で右肘を持ちます。頭の後ろで左肩に引きつけます。下半身は固定し、体側を伸ばします。10秒程度伸ばします。左右両方伸ばしましょう。肘を伸ばした状態で手のひらを上に向け、指を持って伸ばします。左右の腕両方を伸ばしましょう。10秒程度伸ばします。次に手の甲を持って伸ばします。こちらも左右両方の腕を伸ばしましょう。つま先を外側に向けて、膝を90度に曲げます。両手を膝に乗せて、肩を前方に出しながら腰をひねります。左右両方をひねりましょう。片足のかかとをついた状態でかがみ、左足のかかとを片手で押さえます。かかとを押さえたまま、左手で膝の上を押さえて、つま先に向かって押してください。左右両方の足を伸ばしましょう。10秒程度伸ばします。